というかそこで粘ってて戻ってきたそのカップルが文句つけ出した、めんどくさいなっていうことで、だからすぐ逃げた。そう、当たりが終わったらすぐ帰るっていう。あ、そういうのを取った場合はすぐ帰った方がいいです。はい、これ見てる人でも多分みんなそうすると思いますけどね。だって絶対そう、違和感があるから。なんか気持ち悪いですもんね。気持ち悪い、自分で当たってないもんね。そう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 、まあ言うたら当たりを引く、当たりを引く、当たりを引いたみたいな感じですよね。そうそうそう、途中から、だから、うん、なんか起きた時からラッキーみたいなレベルやから、それちょっとちゃいますね。台を叩いてたら当たるのはまだ、そうそう、自分からね、当たりを持って、お店開いた瞬間に、あ、今日、さ、今日、台、当たりなんで、言われたら、よしっていう。なんか、昔はでもそんなんあったんですよ。え、あの仕込みというかモーニングっていうね、桜みたいな、そういう状況があって、いや桜ともまたちゃうん、いい、そのお店のサービス的なもので、うん、朝一あのそういう台を状況にしといて、 朝一に行ったらあの店には特典があるよっていうちょっとサービス的なのが流行ったんですよ。昔、本当の昔ですけど。まあまあね、でもそれも昔、今はもうない、もう今はもうない。そんなしたら、うん、怖い。今やってるところで言うんであれば、例えばこれも専門的言葉になりますけど、あ、でもここでも何回か言わせてもらったけど、あの潜伏確変って言うんでね、台を見たら、普通のなんてことない通常当たってない状態と見せといて、内部的には当たりがいつもよりも当たりやすい確率で、まあ、引けると。なるほど、そういう風なことになってるっていう風にはしてたりはあったりはするかな。でもモーニングっていうのはもう当たってる状態で捨てられてたりするから、めちゃめちゃある、そんなんがあるんですよ。それで小遣いを稼いでる。そうそう、当時のそのスロープロであるとか、うん、昔の雑誌で、今はライターで活動してらっしゃる方でもそういう方は多かった。だから朝起きてすごい早く起きて、うん、その台だけ取って、うん、そう、それだけ売ってやっていけば、それだけで、うん、生活していくぐらいのっていうのが昔あったりして、でその余分なところでよりその台のね詳しいシステムを知って楽しむとかっていう。なるほどね、いろんなことがね、ひょっとこやな、ひょっとこやな、ひょっとこやな、これはひょっとこやな、これひょっとこや、ヒルさんとしばらく会ってない間にずいぶん僕も感じましたね。これでなんとかなる。いやでもね、多分前からやと思うんですけど、はい、ひょっとこかぶったらそうなる。節は結構あったと思う。ひょっとこかぶると、そう、ひょっとこのせいかなって俺は。生クラひょっとこ、生クラひょっとこになってしまう呪い。やっぱどっかそのかぶりゃええかっていうのが出ちゃうんちゃう。やっぱいつもやったらさ、別な方が、はい、お綺麗に、お綺麗にしてね、頑張ってますね、出てくるっていうのを見てるじゃないですか。はい、それ見てる中、あなたは、この状況になった場合、かぶりゃええか。しゃあない、かぶるしかないわ。かぶるしかないかっていうところで、お手頃感覚。お手頃でやっとる、うん、っていうことだよね。っていうのもあったりするかな。そこだね。押すね。あ、一瞬ちょっと空気抜いて。排気そこ。いろんな。ヘルさん最近スロットウォーマーとしてメキメキやってるんですね。ボロカス。ボロカスや。そんなところ拾えるぐらいでしか勝ててない。なん、まあでも。流れやろうね、そういう流れもあるわけですよ。まあ、うんっていうもん、そんな長いこと続かへんからね。続かへん。そんな全部買っとったら、そんなやつおったら、今頃多分なんかもっと伝説みたいなやつになってる。伝説みたいになってる。あ、でもそういう人ももちろんおるからね。え、なんで？なんで？そういう風にその人がしてるからとしか言いようがない。え、おるよ。わけのわからん、その勝手にあだ名つけられてるシリーズとかっていうのもあったりするし、なんか早上がりのゴンサグとか、なんかすぐ当ててすぐ変える。あ、でもそれぐらいの通り名があった方がなんか楽しいけどね。僕は別にね、そのあだ名知らなかったんですけど、うん、その一緒に同じ
パチンコ店に行ってるお友達がおって、その子から聞いたんですけど、めちゃくちゃ鼻の高い、うん、顎がとんがってる常連の人を、はい、カイジっていう、やっぱりなだと思ったな、カイジっていうあだ名の人がおったり、はい、あとめちゃくちゃイケメンやねん、めちゃくちゃイケメンで、ただ年齢的にはあもしかして40超えてんちゃうかっていう、ちょっとね、うん、どこら辺かな、横浜とか、はい、あそこら辺のまあなんていうかな、ちょっとおしゃれなサーファー、はい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 、イメージして、まあちょっとおしゃれなひげ、うん、でさらに髪の毛はあ綺麗に銀髪にすごい染めてる、はい、イケメンなちょっと40代ぐらいのわかりやすいお兄ちゃん、はい、のあだ名がチョンゴル、なんでなんぜかチョンゴル、なんですか、なんでチョンゴル、全然わからへん、なんでチョンゴル、なんなんチョンゴル、わからへん、ほんまにわからへん、なんでチョンゴル、わからへん、なんでチョンゴル、もっとあったやろうなと思う、なんか別にキャンなキャラいっぱいいるでしょうよ、そうそう、なんかなんていうかな、例えばね、はい、その人がちょっとそのお店でマナーが悪かったり、あなんかそういうので悪そうな、悪そうなっていうかイメージがちょっと良くないあだ名つけられて、ちょっと悪口感覚で言われてんのかなって、そういうの思うじゃないですか、はい、チョンゴルとかなんかカイジとかって、ね、何のあだ名やねんって思ったり、カイジはまあまあ見た目でそういう風に言うてるんやろうけど、はいはいはい、っていうものかと思いきや、ありがとうございます、ありがとうございます、意外とそのチョンゴルさんは、はい、その周りの人から、あ今日チョンゴルええ立ち回りしてんなっていう褒められて実は人気、人気者かもわからない、人気者のチョンゴルさん今日冴えてるなぁって、 あの台俺も取ろうと思って、うわ今日先にチョンゴル座ってるわって、やっぱすごいなぁ、あいつが座ってるっていうことは俺の読みも当たってなかったんやっていう、なぜかその納得の納得ご意見番の位置にチョンゴルさんは、チョンゴルさんいらっしゃるみたいな、すごいなぁ、なんやろうな、顔もいいから多分そういう風に評価されるんでしょうね、あったりするんかな、ケロさんはなんか呼ばれてないですか、僕が、あ僕がもし呼ばれてるとするならば、うんちたれどうとか、いや漏らしてへんよ、別にそのホールでやで、そのホールでしっかりと僕がうんちを漏らして、あっ店員さんすいません、ちょっと漏らしちゃったんで、ここシュッシュしといてください、リセッシュとかなんかでシュッシュしといてくださいって言うやったらいいですよ、そらうんこたれぞうさんでも、でもしてへんから、武蔵とかで見えてる、当たったら、うん、武蔵ブゲイで歌い始め、あーブゲイって言い出したらあブゲイ、そう言うてたんやったら納得すんだまだ言われてへんから、それこのあやろ、言われる感覚はもしかしたらあるかもわからんけど、イカレ T シャツとか、イカレ T シャツもないなぁ、こう毎日が地獄ですね、バンスとかで言われる、 T シャツをバンスとか、バンスとか、バンスとか、バンズやスーやれへん、ズーやパンほんでめっちゃ多いねまあまあバンズ履いてる人、パン履いてたバタモンバンスやったらパン、パンです、パンス、パンスパンツ履いてる、あいつパンツ履いてんだよってバンズやあれへん、あいつパンツ履いてんだよって、あいつって言うんやったら言われてもしゃあない、うん、なんやろうな、今やったら多分息子なんすか、息子兄ちゃんって言われる、やったら納得できるかな、息子兄ちゃんって息子みたいな顔してるんですか、島息子っていうもうものすごいなんか聞きようによってはどしもネタな感じのしそうな題があるんですけど、僕は朝それをとりあえず打つっていうようなジンクスがことをしてる、まあジンクスというかその題には朝一番の得点があるから、そこに僕はまず行って打ってるっていうのをよく見かけると思うんですよ、お店の人、息子ちゃん、息子、息子また息子おんで、あ息子なんか最近やたら髪の毛派手にしよったなっていう風に言われる可能性はあるね、トン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 ストントン、今日のトントンストントンはトントンしてへんの、トントンしへんの、トントンはせへん、貧乏ゆすりがひどい人の名前にしたらトントンストントン、あ貧乏ゆすりも多いよ、めちゃくちゃ
なんかなぜか貧乏ゆすりめっちゃしてる人は、うん、当たったら収まるっていう。そうやってイライラしてたんじゃん。単純にイライラしてるんでしょうね。なんか分かりやすいね。暴れ車とか、なんかもっとなんかすごいごつい、なんかやばい名前のやついないですか。暴れ車とか、なんか僕がちょっと一つ思い当たる人は、うん、この人にこのあだ名つけたいなっていうので、はい、タフマン清涼飲料剤のタフマン、はいはいはい、一時そのお店でタフマンを余り玉でもらえるっていう。あー、なるほどね。今タフマン多分ないんちゃうかな。一時あったんすよ。まあ今はレッドブルとかに変わってんじゃないですか。レッドブルももうなくなっちゃってね、また別のもんになっちゃったんですけど。デカビタ、あ、デカビタ、うん、デカビタの缶とかありますね。へー。で、一時そのタフマンを飲んでる姿しか見えひんおっちゃんがおって、タフマンやね、タフマンおじちゃん伊藤四郎かもしれないです伊藤四郎さんやったらもうそら、なんやったらそこのお店のマスコットキャラクターになってほしいぐらい。タフマンになってほしいよね。タフマン、タフマン、またタフマンとして帰り咲いてほしいです。またタフマン見れたでって、タフマン見れた時はよう当たるでとか、なんかそういう、やっぱりそういうね、現状そういうのがあるとまた面白い。チョンゴルがほんまにわからん。チョンゴルわからんよな。なんゴルかわからん。チョンゴもわからんし。別に韓流っぽくもないし、なんかそのアジア系。なんかね、なんかチャングムとかみたいな感じですよね。チャングムとか、なんか、銀杏みたいな、なんかわからへんけど、なんかそういうのが韓国。もしかしたらちょっと派生して、その、なんや、チョンゴルの誓いとかもほんまに、チャングムの誓いの代があるから、はい、チョンゴルの誓いっていうぐらいめちゃめちゃチャングムの誓いめっちゃ打つし、なんかそうそうそう、でもチョンゴルやしっていうので、チョンゴルあたりとかも分からへん。チョンゴルでしか当てられへんあたりをね、謎の当てはって謎の当て方とかも。サムだ、あ、サム海物語のサム。パチンコやったら、でもパチンコでいいんじゃないですかっていうか、当てれへん人ね、やっぱり若干の僕サム感が今ちょっとここら辺に、うまや、サムや、あれ出てるのがすごい恥ずかしいな。野辺さんサムでいいんじゃないですか。サムは嫌やな。サムサムどうなる。サムってなったらもう TRF になってこいサムさんになっちゃう。そう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 、今 DJ コウさんもね、はい、こうブレイクしてるところではあるから、ブレイクサムさん、あと千春さんとか、確か千春さんやったと思うんで、あのクレオパトラみたいな感じのダンサーさん後ろにいらっしゃる。エツと千春やったかな。あ、エツさんがもしかしたらクレオパトラ。TRF ピンと来てないですよね。TRF 分からへんの？うん、あ、でもまあ世代かそれは。もうあの剣玉 DJ コー剣玉買ってたね。その曲くらいかしら。どっかにありますよ。ほら。早っ、出てくんの早っ。ミュージック。これで。これ DJ コウさん。そうそう、これ DJ コウです。こんな若かったっけ声。わかるんですよ。でこれを。聞こえてる？あ！はい。さてリズム。めっちゃ良くないっすね。うわ、あなたこれだけでええんちゃう。ひょっとこさんが TRF の曲はこれめっちゃ良くないっすか。これね、2000円。うわー、あー、ええ値段やな。ちょうどか。いいでしょ。けん玉としては高いけど、ちょっとそういうけん玉としての精度はね、はい、プラにしたせいでちょっと若干ブレてるんで。なるほどね。あ、ブラザートムさんじゃないですあれ、あの方じゃないですよ。何やったっけ、バブルガムブラザーズかちゃいますか。知らんわ。ブラザートムさん、死んだ。7人のオタクね。7人のオタクの主題歌をあのバブルガムブラザーズさんが歌ってて。大事マンブラザーズ。大事マンブラザーズバンドはサイは投げられたじゃないですか。ここにあのオープニング、サイは投げられたってちょっと桑田佳祐みたいな歌い方じゃないですか。ポコニャンですよ、ポコニャン。あれ？あなた自体が今日は。もしかして、あれ？あなたどなたですか？
なって思ったな。どうも。まあ、前で前で。どうも。コースケです。目ついてくれ。目ついてくれ。僕はもうそのままにしときます。目ついてくれ。早く目ついてくれ。そのままにしときます。頼むから目ついてくれ。ひょっとコースってない。ちょっと雑炊みたいな名前になってもうた。ちょっと雑炊は東丸やねんぞ。美味しいですよね。あれ普通に美味しいですよ。よう小学校の頃東丸って言われた。島内の東で東丸。東丸。なんかちょっとお相撲さんみたいな。そうそうそう。ヘル東。ヘルさん。白髪。白髪ではない。染めた。はい。まだちょっと銀っぽい感じはありますよ。グレーにしたいんですけどね、また僕もそんな髪にしたいの。もうちょっとあなたできるんですか。ちょっとひょっとこの仕事があるんで、ちょっとそれが叶わないんですけどね。ひょっとこの仕事、ひょっとこの仕事はもしかして。そうです、組み分けです。おい、だって今も組み分けてるじゃん。ちょっとほら組み分けてるじゃないですか。ほらちゃんと7と3に組み分けてるじゃないですか。これを、はい、なんすか、組み分けていただきたいですけど。もう組み分けの概念僕も全然分かんなくなる。組み分けね、うんうんうん。これけん玉とね、だって2つ混ざってるわけやから。まあまあどっちかに組み分けていただかないとね。そう。ね、お。ほうほうほう。ほう。ほうってあんたがさっき説明してくれた。どうせこう。マニパニ使えば。マニパニ。はい、マニパニ。マニパニって。まあまあこれね。うん、まあ、お。まあね、だから、うん、まあまあ。やってみたらわかるか。ああ、なるほどね。できるこの状態。うますぎやで、これでできたら。距離か。危ない危ない。あ、ヒュン。彼はちょっとゴッとしての組み分けをできずに生涯を終えた。けん玉のひょっと組み分けに失敗したのだ。ギュギュ言うてんのがエグい。目に刺さってギュギュ言うてますよ。タタターン。直すときにタタタテーン言われてもしゃあないんで。まあ組み分け、これちょっと難しかったんで、組み分け師しました。組み分け師、組み分けれないことによって、もう今までそのものに対して組み分けれない怒りをぶつけられたら死ぬっていう。だからけん玉が組み分けてもらえないんやっていう怒りがブワッて当たった瞬間に剣が膝だって死んだ。怨念がマニックパニック。マニックパニック、バニマリパニックじゃなくて、バニックパニックって何やろ。ミスターマリックかぶってます。出てきます。なんかこれ、ミスターマ、手力ですの。ミスターマリックがちょっと小銭が足りんくてパニック、マニックパニック。何やろ、なんでやろ、これはなんで死んだんですか。違い。単純に違い。耐えれなくなる。耐えれなくて単純に違い。自我しました。綺麗に染まるカラー剤。あ、こっちの話しちゃったよ、ずっと。そうでしょ。そうでしょ。そうなんや。多分すいません。マニパニ。もうそれやったら、ちゃんとお店行ってきます。はい、だから、まあ、こんな色で染めたいなって言った通りに染めてもらったけど、あ、もう落ちちゃってね。ちょっともっとちゃうなっていう色にしたいなみたいな。シャドウに、もともとの色をシャドウに、もっぺんちょっと大きい声で今の言ってください。絶対言わないです。死にますから、すぐ死にますからね。そんなん言ったらすぐ死にますからね。見えるんかな、こう。あ、黒いね。これぐらいね、黒かったんですよ。全然、あれ初めて会った時も確かにもうちょっと落ちてたよね。そう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 。ヘイカ
シャドウ。これぐらいやったんですけど、もう今、今もこっちとこんぐらいね、色の違いが出ました。落ち着きどうなんやね、光ってるからな、ちょっと見えにくいですけど。毎回シャドウ。あ、何カラオケも歌えるようになった。え皆さん知らないうちに、こちらのカンカラでは、カラオケシステムがついたということらしい。個人的にね、まだちょっと個人的に、ああなるほど、お店ではちょっと、そうかそうか、利用したらほら角も立つじゃないですか。だから、あーまあまあ、そうだから、こう、だから落ち、だからヘルさんとか終わった、終わった時間で、時間でキャッシャドゥーにチョコ渡しに司会を言ったじゃん、音の色みたい。あーあー、確かにね、ほんまや、あ、ありがとうございます。パスリンもあげるわ、やったー、ありがとうございます。チョコレート今年もろてへんねん、私。マジで？うん、でもそういうのを、あ、でもまあひょっとこさんやからか。まあまあひょっとこ、あとひょっとこ忙しかったしね、ひょっとこ。せやな、ひょっとこ特にその時期開けれてないんじゃん、ちょいちょいと。まあタイミング的に、まあ個人的な話をね、ひょっとこすいますけど、まあそうですね、3日前くらいまでひょっとこの仕事いっぱいあったから、ほんまに始発で行って8時9時までひょっとこしてましたから、ずっと。で、ここ店来るじゃないですか。で、またそれで寝て、起きて、と思うんですけど、はい、なんだろう、もう、それからまた。あの、京都まで行かなあかんくて。ひょっとこのお仕事。ひょっとこの仕事って。ひょっとこの仕事って。そうなんですよ。京都まで行かない。京都まで行かないですか。京都箱まで。混ぜんでええわ。ひょっとこに寄せんでええの仕事。いや、違います。あの、いや、別に本業です。いや、はい、本業はひょっとこのお仕事。そうそう。今日は、本当、今日はひょっとこの仕事なんです。で、ひょっこと、まあ、ひょっこと。ちょっとこ、ひょっこと。ほっとこ。本業のひょっとこやから、ほっとこ。で、まあ、だから駅が近いから、こっちの方が。ああ。だから、なるべくリスクを、寝坊のリスクを減らしていかなかったら、じゃあここで寝るんですよ、待機で。はい、はい。水作りして、またこっちに持って、で、ここで寝とくんですよ。寝たら、パン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 。あれ？どうしたのそんな格好してるの？え、水開いてる？開いてます。はい。はい、これで寝れてない、ひょっとこですけど。はい、ひょっとこ寝れてない、ひょっとこですけど、店開いてますと。ひょっとこですけど、店は開いてません。あ、じゃあなんか飛んでいくわ。あ、ありがとうございます。はい、寝れてないっていうのを怖いな、2日3日やったら、ついに立ったまま寝てました。嫌やな、立ったまま寝れる。マジでこう、なんかぼーっとしてるふりで完全に寝てて、その時に、うん、なるほど、その他の人に、大丈夫かお前、大丈夫かお前、お前、めちゃ、お前、なんか、なんて言ったろ、お前、めちゃ、なんか、とりあえず、あの、気を抜いてはいけない状態やとね、気を抜き抜きに抜いてたみたいな。気を抜いてはいけない。もうひょっとこのお仕事で、ここはもう気合万全で向かっとかなあかんっていうところを。神経、一応、せめて最低限、神経は、そうね、切れっていうところがあかんのを、ぐっと気合入れて。完全に、ぷんってなったままで、それが、まあ、なんやろ、まあ、あのね、ひょっとこカメラみたいなのあるんですよ。ひょっとこカメラみたいなのあるんですよ。好きやわ、それ。ひょっとこカメラ、いいわ。そう。ひょっとこカメラ。ご用気そうやな、ひょっとこカメラ。でしょ？ひょっとこしてるね。組分けも。いや、ひょっとこカメラでいこう。ひょっとこカメラで、ね。ひょっとこカメラで寄っていこう。見られてるときは、やっぱ気張っとかないとダメです。こうやってチャキッとしてかないとダメ。まあ、ひょっとこらしくね。でも僕、俺はひょっとこだぞ。ダルダルやったみたいで。あの、だから他みたいに、大丈夫、お前、ひょっとこカメラに映ってんねんって言われて、ひょってなって、もう、ひょっとこ、めっちゃ汗かいたもんね。まあ、その、別に、その、ひょっとこカメラ上記録に残るような状態で、ああ、よかったよかった、まだ。別に、もう、なんか、バタバタ、なんやろ、次の準備してるようなくらいのレベルのひょっとこやった。お試しひょっとこみたいな。そうそうそう。やってたかな。ひょっとこ話に人が減る。もういいの。あれ知ってるの。いや、大事。まあ、いいんちゃいますかね。もういいです。そうです、そうです。てか、本来のヘルさんの最近の話をちゃんとしてもらったから、もういいです。もういいです。また俺の話してもらう。いろんなキャラクター見れましたし。ね、だから、で、そんなんとかあったりとか、ほんまに、でも、最終日に至って終わって、終わったーっつって、
その次の日も朝からまあ用事やったから、その朝の用事見たけど全然あかんかったよ。眠すぎてなんか寝てる状態に近かって、怖で帰って頑張って店開けて、で寝ようっつって7時くらいに、朝7時まで頑張って仕事して、もうなんかね、目チカチカするんですよね、もう眠すぎてで寝るじゃないですか、起きたら夕方の4時半とかでしたね。12時間ちゃうな、え7時やから9で合ってるか、まあ、今このね、あもう寝ますって、はい、おやすみなさい、おやすみなさい、今ね、はい、この勢いであなたがこう真剣に喋ってくれたじゃないですか、はい、多分このお面の下のあなたも同じ顔してると思いますよ、はい、今の話真顔でこうグーワーなりながらグーワーってずっとひょっとこで、ずっとひょっとこやったんで、おやすみなさい。もうあれなんやろうね、その時にはあったよマジで、あのみんな寝よ、ほんまに、ね、本気な顔と本気なひょっとこがもう混ぜて、マジでもう多分これが一体化するんやろ、全身あのここがくっつけ始めていってる、一体感も感じてきますからね、怖いな、ほんまに眠いの良くない、大変や、眠かった、もう気ぃつけなあかん、みんなもうお仕事でいろいろ長いことね、働いてる方とか、どっかでちゃんと寝なあかん、だからどっかで寝よ、ちゃんと寝た方がいい、寝た方がいいです、うん、僕だ、なんか、まあ、でもあったかくなってくるからね、これから多分もっとみんなひょっとこの仕事で寝る、意外とあれよね、だから寒い時期ってもうちょっと過ぎてんちゃいます、今日もめっちゃぬくかったし、最高、雨降ってたけど最高、もうこれで俺たち、これは冬に怯えれる人、だって今全然寒くないっすもん、ああま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 あ、そう、ね、僕今あれですよ、この全然なんかグズグズのシャツ着てます、ひょっとこシャツ、グズグズのシャツ着てます、ひょっとこシャツ、これひょっとこシャツはグズグズっちゅうのもよかったので、前焼きのグズグズのシャツこれめちゃ便利、あの便利というか、そういうひょっとこ的なやつで便利なんですけどね、まあ、あーなるほど、へえー、見えたらダサいじゃないですか、やっぱり、はい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 、で分け合ってズタズタにしてるだけなんで、僕別にあのズタズタのシャツ好きなわけじゃないですか、ひょっとこひょっごとするときに、そうそう、ひょっごとするときに、そうそうそう、パッと上から別なものを着るってなったら中で邪魔しないとか、邪魔しないひょ、なるほどね、邪魔をしないひょっとこのシャツ、なるほどな、そうやな、あそういうのもあるか、そういうのもあるんでね、だからまあ、だからそういうのって、今月はたまたまでした、うまい具合にもうここからは、もうまあ3月入って、そうですな、3月からはまあちょっと穏やかになるかと思いますけど、またしばらくってなったら、あなたあれじゃないですか、3月はまたイベントやるんでしょ、あ、そんな時間ももうだって赤くなってます、あ、じゃあ告知しますね、はい、まあだから3月の14に、まあ、私に、はい、ひょっとこさん、はい、みそじひょっとこです、ひょっとこさん3月14日にみそじひょっとこです、みそひょう、みそひょうです、味噌評価ということで、まあちょっとなんかね、お店でもね、そうやらしてもらおうかなと思ってますんで、なるほど、いやこれはちょっと楽しみなね、ありがとうございます、大きいイベント、で次は、はい、3月17日に17、うん、まだ1分半もあるのか、じゃあもうちょっと喋ろう、まあゆっくりね、まあ3月17日には、うん、あの24時間耐久花火やりますから、ね、それやねん、あのさ、何24時間耐久花火のメリットは何？面白いかもしれん、何か起きるかもしれん、あーまあ、あーマリさん久しぶりでございます、何か起きるかもしれへんって思ってやるんで、はい、もしかしたらいろんな人が来てくれるかもしれへん、ヘルさんも待ってますんで、え3月の17か、はい、日月、あー、どうやろうな、日月またぎ、日月またぎの日曜日の朝6時から月曜日の朝6時までやってるんで、ちょっと派手になっちゃってますけど、ヘルちゃんが不良になっちまったな、38歳デビュー、はい、38歳にしてデビュー、ちょっとごデビュー、怖いですよで、いうのがあって、まあ3月あとなんかもう一つなんか、あ、ストフェスも行きますから、ね、あ、そうか、ストフェスあるんか、うん、なんか今ひょっとこ、あのひょっとこなんか行けへんよな、もうそんなしょうがない、全然行けへん、もっとなんか、はい、攻め気味のやつやらへんかったら誰も振り向いてもくれ、前何やったんでしたっけ、去年、去年は
ポプテピピックの コスプレを本気でやったらめっちゃ滑るっていうのがあったんで。あ、二度とやる。そうか、僕が知ってんの一昨年のやつか。あ、それはめちゃめちゃ大いに受けたんですけど、顔がめっちゃ出たんで NG です。そうよね、NG です。